ベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼馴染とはいえアバターだから外見違うのによくわかったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐにわかったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だからありがとね。さあ行くわよ。大会が始まるわ。そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲームソードアートオンライン、略して SAO。 多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明彦はプレイヤー約1万人を SAO に閉じ込めて、 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。 SAO 事件の影響は大きかったけど、VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン。 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのは、そのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人はGGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。
彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。あ、スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。やあ、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕は樹。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。樹さんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK なら、そこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。手を貸してくれ。すごいすごい。いいかな。ヘイトが集まってきた。いい感じね。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬。うまいうまい。
GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦ってその調子よ。俺たちの勝利だ。お、これはトレジャーボックスだな。トレジャーボックスってトラップが仕掛けられ、それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だ。走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走るのがかなり重要よ。ヘイトが集まってきたぞ。すごいすごい、俺たちの勝利だ。お疲れ。よし。